ミスド福袋2021年のミスド福袋、こちらデデン、ミスタードーナツ、ミスタードーナツさん4年連続ポケモンです。ミスド福袋2023ポケモンいきます。よー、カメラ OK、 オート OK、 リアクション OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。2023年福袋動画第1弾、今回紹介したいのはミスド福袋2023。はい、今回紹介しましたミスド福袋なんですけども、2023年版は12月26日から発売されております。全国のミスタードーナツの店舗で発売されております。今回は全部で3タイプ出ております。2400円、3600円、5900円。はい、監督が選んだものは一番お安いものです。なぜかと言いますと、そんなにドーナツが食べれない、それとあと一つ欲しい商品がある。こちらがですね、購入してきた2400円の一番お安いバイトのことながら、袋に物を直接ポンって入れるのではなく、こういった袋に全てパッケージングがされております。ありがとうございます。で、このカードの詳細については後ほど紹介していきたいと思います。はい、まずこちらの紙袋でございますね。とても捨てづらいですと言って、使える場があるかといえとない。ハサミ用意したんですけども、ここテープでできますね。ではテープで立てさせていただき、下手くそだな。紹介する順番は監督自身欲しいなと思う下から順番にどんどんと上げていきたいと思います。こちらハンドタオルでございます。やっぱ持っててよかった。ちなみになんですけど、去年、福袋でゲットしたこちらのバッグですね。これは2022年版です。ちっちゃいポーチでメモ帳とかペンとかスタンプとか、これ使ってます。ハンドタオルなんで、サイズは小さめでございます。布生地こんな感じ。はい。まず一つ目はこちら、ハンドタオルでございます。はい、続きまして、二つ目、こちら。メモ帳でございます。メモ帳は多分初だと思いますね。超ペラペラです。ちなみに事前に調べたらこちら15枚あるそうです。これはあってもいいですね。使う時に使っていきたいと思います。続きまして3つ目、トートバッグ、こちらでございます。はい、ハサミを使用させていただきます。このハサミ切れねえな、と切れるハサミ購入してレビューしようかな。はい、いや、こっち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 。はい、というわけでこちらでございます。いいなと思ったのが 2way 仕様でございます。この紐がなんかわけのわからないことになっておりますが、 A4 サイズが入るというわけでバインダー、入れたいと思います。すっぽりと A4 バインダーが入りました。使い方、用途1、手下げ系。はい、手下げで持つことができます。はい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 。そして使い方2つ目、肩掛けというわけで、こういった形で肩にかけて使うことができるという、なんと 2way 仕様でございます。ありがとうございます。こういう細かい気配りっていうのいいと思いますね。ありがとうございます。ただ監督がこれを使う場合、こちらを体に寄せて隠して使うかと思います。これを持っていけないなぁ。というわけでトートバッグは使うかと思います。そしてラスト4つ目、カレンダー。いや、発音の時カレンダーです。というわけで2023年、つら飛んでつら飛んでトイレに毎年つけて、今年で4年目。これは欲しいね。結構サイズもですね、大きめに作られております。毎度おなじみ1枚めくると2ヶ月分がついているなっております。こんな感じで、まあ、トイレにつけておいて、今日はこうだからみたいな感じで見ております。このカレンダーとドーナツ引換券が欲しくて、この一番下のランクにしました。これでグッズは終了です。上のタイプはクリアファイル、スケジュール帳としてのスケジュール、バスタオルというものがついています。そしてドーナツの引換券の個数が上がります。ドーナツ引換券ですね、こちら20個引換えることができます。ミスド全国で使えるカードとなっております。引換えれるドーナツなんですけども、価格が187円以下の商品限定となります。こちらの福袋を購入した際にドーナツをちらっと見たんですけども、値上げがされたのかわからないんですけども、だいたい1個150円ぐらいの商品が多かったです。はい、そして注意点ですね。この引換券注意点があるんですよ。もうめちゃくちゃ身に染めてます。昨年の福袋動画ですね、同じくこういったカードついてきたんですけども、見た瞬間、6月までに使い切らないと紙になってしまいます。あ、やってもうた。5、6個使い忘れてしまいまして消えました。マジでこれ気をつけて、カレンダーもしくはスマートフォンでスケジュールを管理する方、ちゃんと締め切り日を書いておく、そして1週間前にもちゃんと書いておくことをしてください。忘れます。気になる期限なんですけども、5月の31日、覚えてください。5月31日、午後11時59分59秒、細けえな。というわけで、まあ、ざっくりと6月1日になると紙切れになるというわけです。そして今回この動画で紹介したい一番のポイントなんですけども、なんとこちらのカード、スマホに連携できます。
最新機能ありがとうございます。この後なんですけども、やり方がですねちゃんと書いてますよ。こちらスマートフォンでドーナツの引き換えが可能、残りの個数が一目でわかる、ありがとうございます。前回このカード2枚あったんですけども、忘れるよね、だってこれに書いてないんだもん。だから毎回あと何個残ってますかねって言うんですけども、それがスマートフォンで個数がわかるから、そのいちいちのめんどくさい返しがいらない、最高です。アプリではドーナツ機械カードを最大4枚まで登録可能というわけで、この後ですねこんな感じで登録するなというところで見ていただければなと思っております。はい、では早速アプリ入れていきたいと思います。こちらにですね QR コードがついておりますので認識させます。はい、ありました。このような画面が出てきました。ミスタードーナツカードアプリをお持ちない方はインストールをします。こちらのアプリをインストールします。こちら2つ画面が出ます。持ってないので新規で登録する、発行する方を押します。カード番号とピン番号というものがありますので打ち込んでいくわけなんです。おー、来ました、ここにあります。というわけでこいつはもういります。個数も書いてる、めっちゃありがてー。はい、というわけでですね、スマートフォンにこのカードのデータが入りましたので、次からはですねミスタードーナツを見つけたらもうスマホを出してお願いしますとですねやれば控えてくれるというわけでですね、6月1日までに全て使い切りたいと思います。ミストカードを20個引き換えること、これが目標です。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね今は福袋期間というわけで福袋動画を何本か出します。興味がある方はぜひご覧ください。この後なんですけども、ドトールの福袋、こちらも普通に買っておりますので、次回の動画はドトールの福袋動画開封やっていきたいと思いますので、はい、こちらのドトール福袋、興味がある方はいいね、そしてチャンネル登録を押して動画公開までお待ちください。ではまた次の動画で会いましょう。はい、ミストポケモンカレンダー、サイズ的に結構大きいですね。五三家のポケモンメッソンカレンダー入っておりまして、まあ、トイレに飾っておりました。で、今年もですね早速こちらトイレに飾りたいと思います。カレンダーありがとうございます。トイレに毎回飾っております。常に発売される限り買い続けると思います。さらっと見ていきます。こういう形でですね、まあ、引き込みをで